BBQ の方楽しんでるんですけど、あ、なんか可愛くなったね。可愛い。普通に。可愛い。やろうやろう。いいじゃん。直火ってことか。そうだよ。新しい。本来キャンプでやるやつ。そうだね。ね、私もわかんない。マシュマロ。え、嘘。やったことない。ちっちゃい頃やってたよ、よく。このまんま。いきます。焼きましょう。美味しいんだよ。美味しいんだよ。怖い。あ、焦げてる。あ、焦げてる。すごい。あ、ファイヤー。あ、集合体だ、これ。これ、集合体表彰。なんか燃えてる、燃えてる、なんか燃えてる。なんか燃えてる。美味しいですよ。こんなやり方初めてだわ。はい、皆さんお疲れ様です。今年はですね、ライブツアーがあったというところでアイリス6ライブツアー2021カーニバルですね。ブルーレイと DVD が間もなく発売です。あ、間もなくなんだ、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。今回そのブルーレイの DVD への発売を記念して、まあ、ツアーの裏話を語っていただきたいなと、はい、まあ、こんな企画になってます。もう、まあ、ただおしゃべりするだけだったらちょっとこうつまらないところもあるので、NG ワードゲームをしながらツアーの裏話をしていただこうと。 NG ワード、はい、皆さんのお手元に紙とペン、はい、これだな。隣の人が言いそうな NG ワードを予想して書いておいていただきます。はい、うん、書かれた NG ワード、自分に設定された NG ワードは自分の額に貼っていただいて、はい、NG ワードを多く言った人が負けるという形になります。隣、はい、の人が言いそうな言葉ってことね。まず芹沢さん、山北さんの NG ワードを決めていきます。あ、なるほどね。さきちゃんが会話に出しそうな言葉ね。はい、山北さん一応見ないように。はい、はい、うわ、むずいな。一番言っちゃった人が罰ゲームってことだよね。むずい。ワード、子供、単語か。単語だね。うん、なるほど。うんうん、じゃあ、テカサとかそういうのダメ。え？まあまあ、そう。単語、どうなん、どこまで OK なの？まあ、ちょっと。いいね、いいね。いいよ、なんか可愛いかも。いい感じ。はい。ひみちゃん、わかんない。わかんない、本当にわかんない。どうしよう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 。本当にわからない。悩んだけど、なんか私確かにさきちゃんやりやすかったかも。え、まだ食べてない。なるほどね。これにする。パンチケット、ピーン。どういうテンションになるのかな、わかんないな。まあ、安牌。じゃあカメラに見せてください。これか、これです。はい、でれん。あー。面白い。なんか面白いな。はい。ミュータわからん、むずい。今、結果安牌だよね。はい、なるほどね。なるほどね。なんか緊張する。そのアプリとか。ちょっと私やっていい？うまくやるわ。グロいって言われたから逆向けとくわ。最後、セリザーさん、ゆうちゃん、そうだよね。ね、はい、これで、あねまたやらかそうとしてるじゃん。え、これゆうちゃんはさ、おでこやらちゃっていいの？これでこでいいの？いきますよ。確かに時間割り、ここで大丈夫、いいよ、ね、目平気、うん、平気、見えてる、見えてる、よかった、うん、はい、オッケーオッケーオッケー、はい、うん、楽しかったね、楽しかったね。映像見たよ、
言う。あれか、フル尺でと、あとメイキングもちょっと見た。長かった、2時間ぐらいあったよ。どこ使われてるんだろうね。地方のところと練習、リハのが3リハのって感じだった。なんかみんなすごい必死で疲れてた、うん、あでもみんな頑張ったと思います、うん、あ、今自分の口癖言っちゃったかな、うん、あ、今自分の口癖言ってないよね。うん、大丈夫だと思う、きっと。いやなんか何いや、あ、これも言っちゃったかな。いや、なんか自分の癖が分かるので、あの、あ、言っちゃった、もうダメだ。なんか自分の、あの、言う口癖が分かってるので、それ書かれてるかなって思っちゃうんですけど、うん、口癖だから言っちゃうなっていう。あれだよね、なんか写真とかも出てるけど、私まだ映像は見てないんだけど、みんな可愛かったよね。みんな可愛かったよ。可愛かった。可愛かった。中野緊張したよね。サマデュー初披露だったから。ちゃうわ。え、中野？あ、ちゃちゃちゃ。最初あれや。国際フォーラムや。最初。え、中野。初日は国際フォーラム。あ、でも中野も緊張した。映像の。ゆきちゃんの聞いてーで苦しんで泣いてるシーン入ってて。あったんだ。入ってたんだ。あー、ゴールデンウィークのとこや。何公演だっけ？福岡か。福岡や。兄さんも誰も悪くない。よくも悪くないね。自分との戦いだもんね。でも良かったよ。低気圧かなんかちょっとね、やばかった。もう低気圧でちょっとメンタルが不安定だったんですけど。お天気のせいでね。でもライブの良かったシーンはどこですか？今回のツアーで、うん、自分でもいいし他の人でもいいし、うん、全体的なとか。え、でもワンキススペンディングなんか映像すごい気合入ってた、うん、へぇーグイーンみたいな、ちょっと伝わんないけど、シャキーンみたいになってた。うん、ただなんか仙台の時さ、うん、後ろから見てたんですよ、うん、やっぱね、ワンキスとスペンディングはねめちゃくちゃみんな頑張ってるなって思った。言った？言ってないか、大丈夫、うん、なんかみんな全然ね疲れてなさそうにこなすんよ。顔に疲れが出ない、なんか言った？言ったね、今言ってないか厳しいよ、厳しい、全部疑心暗鬼になってる。そう、やっぱね、すごい、なんかみんなあれやってる側だからさ、いや、ここのブロックめちゃくちゃ疲れるの分かってるのに、みんなやっぱそういう風に見えないから、いや、オタクに分かってほしいな。衣装もなんかでも珍しいさ、なんていうのかな、カントリーみたいな、うん、かわいかった、うん、かわいい、かわいかったし、うん、でもヒッティングの映像も入ってたわ。あ、あそこも回ってたんだ。レアじゃない？レア。あと、あれだった、花ぼっくり、あ、みんなでかいやつ。ゆきちゃん？え、ゆきちゃんの？え、フィッティング？え、ディスられてたやつだよね。いや、ゆきちゃんがめちゃめちゃ悩んでたの。悩んでたやつだよね。ゆきちゃんが悩んでた記憶しかないんだけど。やば。フィッティングってどのタイミングでやったんだっけ？あれ、あのさ、今年のフィッティングだった。あ、びっくりした。今までのオフショットで入っとらんかったやつが。頑張ってたみんな。そうね。なんかオフショの感じが大人になってる。 なんだろう、ね、なってるから大人になったよね。確かにね、ふざけてる余裕もあんまなかったしね。そうなんだよね、うん、ちゃんといつもツアーやってると、うん、途中記憶なくなったりするけど、うん、いっぱいやってるから、うん、今回割と全部の箇所覚えてるかも。え、そのさ、ツアーの中でさ、うん、一番さ、自分が輝いてたって思ったとこはどこ？確かに自分が輝いてたって思うところは、うん、なんだろう、やっぱモモファーム。あ、言っちゃったからな、今あ、今言っちゃった。可愛いんだけど絶対言っちゃった今。うわぁ絶対モモファームでしょ。めっちゃ絶対そうだよ。ひみちゃんは？ひみちゃんが輝いてたとこ、うん、ああ、やっぱ仙台。あ、そうね、やっぱコーラもなんだし、言っちゃったけど、うん、まあ、地元だもんね。やっぱ空気が美味しい。ひみチャンネル回っとったな。そうだ、あ、そうだ、出てた、回ってたんですよ。ひみチャンネル回ってたみたいな。やっぱね、いろんな意味で思い出が深いです。うーん、YouTube の先輩ですからね。そうですよ、先輩様様です。もっと堂々としてていいんですよ。もうセンターにいて先輩も本当に。え、さきちゃんの中では何個もう出てるの、自分の中で？3つ。怪しいのが3つ出てる。何と何と何と楽しもうもファームか、かわいいか、もう一回あるけど、それはちょっとまだ言ってないから言わないどく。これかもってのか、これかもまだ出てないってことか。何やったら、もう一回言って。楽しもうもファーム。え、違うでしょ。楽しもうもファームじゃないでしょ。そうかな。楽しもうもファームと、う
可愛いが、うん、最初可愛いだと思ってたからずっと言わないようにしてたんだけど、あとさっき楽しもーもファームって自分で言った時に、うん、楽しもーもファームって言ったって思って思ったんだけど、もう一個あこれ自分言いそうって思われてそうだなってやつがあるけど、それは絶対言わない言わないそれぞれ設定していただいた NG ワードがあると思うので、一人ずつ、おでこから外してみてもらうという形にしましょう。なるほどね、はい、はい、久保田さん、私、はい、外してみてください。うわ、めっちゃついてるはいエモ、はい、おー、なんで、いや、エモって意外と出るかなと思ったけど全然引っ掛けないと出なかったな。確かに、ね、うん、じゃあ次、若井さん、おわ、後ほど回数は、あ、行った記憶ある、言ってたかな、行った記憶ある。普段、なんか分かんない、話し言葉だったら言ってでもこれありそうと思ってちょっと気をつけた部分もあった。うわーやばー、実はね、気をつけてた、やばでも、うん、行っちゃっ、行っちゃった瞬間あって、あ、行っちゃったって言った記憶がある、思った記憶があるの。あ、だから私聞き返したんでね、えって言ってなるほどね、すごい、言ってたんだよね、すごい。あかねやさん、はい、振ります。ぼる塾です。まあねまあねこう普段言ってそうだけど、うん、言わなかったね、言った記憶ないわ、言った記憶ない。あ、まあねか、うん、なるほどねとかだと思ってた。あ、まあね、なるほどね、言うね、そう思う。そう、私逆になるほどねを気をつけてたから、そうなんだお願いします、お願いします、楽しみやな、楽しみだな。やっぱりな、ずっとモーモーファーも言うとったけどな、さき様、かわいい、楽しモーモーファーム、首、あともう一個あったんだけど忘れちゃった、なんかそう、その辺だと思ってたなって復唱させちゃったよ、いっぱい気づいてくれた瞬間から何度も言ってくれた、かわいいだと思うって言ってたっけ、さっき最悪だ、こんなふりして聞き返したもんえ、なんでだ、最悪だわかる、あ、結構言ってるイメージあるんだけどね、言ってるイメージあるのよ、言ってそう、え、言ってた気もする。一番多く NG ワード言ってしまった山北さんには、罰ゲームで、男性を、バーベキューに誘い文句、カメラ目線でいただこうと思いますもう整っておりますでしょうか。もうわかんないけど、じゃあやります。じゃあいきます、3、2、1。あのね、私ってマシュマロをめちゃくちゃ焦がしちゃうくらい、なんか火の焼き加減とか全然わからないんだけど、よかったら一緒に2人でバーベキューしませんか。マシュマロは焦がしちゃうけど、あなたの心も焦がしちゃうかもよ。え、この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします以上、アリスでした。バイチュッチュー。